林芸豪は台湾の新築県出身のプロ野球選手、宇藤右内。現在は CPBL 富国ガーディアンズに所属している。15歳で最速時速1 4 9キロメートルを投げるなど注目を浴び、MLB 複数球団との競合の末、2006年9月に育成選手として読売ジャイアンツが獲得した。2008年にイースタンリーグで、 初登板し、教育リーグで最速時速 157km を計測。12月には WBC チャイニーズ台北代表一時合宿に参加した。2009年は2軍で5試合に登板。契約3年目が経過したため10月30日に自由契約公示されたが、同11月12日に再契約した。二千十年ワニ軍で先発投手としても登板し、 5月にイースタンリーグで初勝利を挙げた。7月31日に支配下登録され、背番号は96に決定。8月7日の対広島東洋カープ戦で1軍での初登板を果たした。オフの11月に開催された公州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝を果たした。 読売ジャイアンツ時代2011年は2軍でクローザーとして起用され52試合に登板し16セーブを挙げたが1軍登板はなかったオフには台湾で12日間の兵役に就いた2012年はクローザー候補として期待されたが1軍登板なしまた9月21日に第3回ワールドベースボールクラシック予選のチャイニーズ台北代表に選出された 10月に宮崎フェニックスリーグに参加した。11月に第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出された。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。3月8日の日本戦では中田翔に決勝の儀比を打たれている。 シーズンでは一軍登板はなった。10月1日に戦力外通告を受けた。その後、12球団合同トライアウトを受けたが、日本国内に獲得を示す球団はなかった。2013年11月28日に、中華職業棒玉大連盟の議題、ライノズカレドラフト二巡目で指名され、2014年1月10日に入団会見を行った。背番号は、 巨人時代と同じ96。2014年は入団1年目で59試合に登板し3勝4敗2セーブ、さらにリーグ4位の16ホールドを挙げた。2015年はリーグ最多の60試合を投げた。2016年は自身の不振もあり、約2ヶ月の二軍落ちを経験した。2017年シーズンオフに右ひいの手術をした。 2018年は昨年のシーズンオフに手術を行った影響もあり、当番数が自身最小の22当番に止まった。2020年も勝利の方程式を担っていたものの、6月に防御率12.60と打ち込まれ登録を抹消した。10月にも防御率9.35を記録し、最終的には防御率6.29で終えた。 サイドスローから時速 150km 台半ばに達する速球が武器。巨人入団2年目の2007年の G 選手今年の抱負では学ぶ口実後包囲の地練習と色紙に書いた。その後、日本語は上達し、2010年に支配下登録が決まった際の入団会見では日本語で受け答えを行った。ありがとうございます。